二つ目の窓は映画監督の川、大河海が祖先の出身地であり、美しい珊瑚礁の海や原生林の風景が広がる鹿児島県の奄美、大島を舞台に高校生の男女の出会いや肉親との死別を通して人間の生と死を描いた劇映画。第67回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された。奄美大島で旧暦8月に 集落ごとに火を選んで行われる8月踊りの夜、高校生の境人が海で、溺死体を発見した。同級生の安津に海に行く姿を見られていたが、海で死体を見た話をするのははばかられた。安津の母イサは、ユタであるが、自分の死期を悟っていた。安津はそれを受け入れられないが、イサは、命は子供につながっているから死ぬのは、怖くないと話す。 境人の両親は離婚しており、東京にいる父を訪ねた。多感な暗ズに境人は誘われるが、撮影は2013年の秋に、鹿児島県天見市笠利町のよ安やす集落を中心に行われた。2014年7月の公開に合わせて、天見市観光協会は、鹿児島県立大島北高等学校や、マングローブ林などのロケ地をマップ化し、観光客等に配布した。 作品には、サラ・ソウジュ以降の川わの、祖母の認知症の介護や出産による子育ての経験などに基づいた、生命の連鎖という姿勢感が、上がりの森同様に投影されている。2014年6月23日に、CS ワウワウが同作を放映した。有料の CS 放送とはいえ、一般公開前に、テレビで放映するのは異例。また、撮影地のアマ大島では、 全国公開に先駆けて7月12日から上映が始まり、達郷町などの上映会では河原愛監督らによる舞台挨拶が行われた。音楽は埼玉県出身ながら天海に住んで音楽活動を行っている男性シンガーソングライターの橋健が河原愛監督の主花の月に続いて担当独特の世界観に深みを加えた。サウンドトラック CD が 紙ジャケット仕様で作成され、一部の映画館で上映期間中に販売された。アマミ軍等における宗教は、現在神道とキリスト教が主流であるが、伝統的には女性が神であるという考えが根底にあり、ノロと呼ばれる司祭者やユタと呼ばれる霊媒師による祈祷や指示が重要な位置を占める。このような宗教観が人と神と自然が共存しているとも評される。 徳の姉妹北では、今度と類似の墓石を建てて、先祖を納骨するが、仏教寺院が管理する形式ではなく、また、琉球の習俗とも異なる。本作品で描かれている、奄見群島の舞踊や民謡は、集落ごとに、独自の様式を持っている。知人と呼ばれる草火締め太鼓を打ちながら、集団で踊る八月踊りは集落ごとに踊り方が、異なり、歌う歌詞、節、リズムも異なる。 人が集まれば、シャミを弾きながら、島唄が歌われ、即興で歌詞をつけながら、交代で歌う、歌掛けの形式で座遊びを行う。本作品の中でも歌われるイキュンニアカナは最も知られた、島唄の一つ。奄美大島を含む奄美沖縄は、中国の食文化の影響が強く、逆に、本土のような仏教の近接症の影響は、少なかったので、ヤギ、黒豚、 鶏を自宅近くで飼って、祭事の際には、家庭や集落で屠殺して食べることが伝統的に行われてきた。現在は、土地区情報、食品衛生法などの法令により、知事への届け出なしの屠殺解体や肉の譲渡等はできない。ヤギ汁は、奄美、沖縄で広く食べられているほか、機械島のようにヤギ肉の刺身、ヤギの血液と、 肉や野菜を一緒に炒めるじゅうりという料理を食べる地域もある。また序盤で、都会育ちで海を怖がる怪人が、学校の制服のまま海で泳ぐ天み育ちの暗図に、怖くないのと尋ねるが、天み大島では、日常的に学校の制服などで泳いでおり、二人の対比を際立たせるエピソードとして使われると同時に、ラストシーンの伏線にもなっている。カンヌ国際映画祭で、 左から渡辺真希子、村上敦史、村上二次郎、河原井監督、吉永敦史、松田美幸本作品は、第67回カンヌ国際映画祭のコンペティション部門に、日本から唯一ノミネートされた。河原井監督作品の映画祭へのノミネートは、1997年の、萌えの須作、2003年の、皿創樹、2007年の、上がりの森に続いて4回目で、 本作品も河原井監督は最高傑作を自負し、受賞の期待が高かったが、受賞には至らなかった。グランプリ受賞。吉永敦氏が主演女優賞を受賞。映画、二つ目の窓公式サイト。アスミックエース、二つ目の窓。2016年6月19日閲覧。会場のブックス10番館。シネマパニックは、2016年現在アマ大島で。 唯一の映画館。アーティストスペシャルボリューム47月21日初めちとせイントロダクション。アスミックエース二つ目の窓。2016年6月19日閲覧。ありがとうございます。